見えても口はつぐんでおくべきじゃないかな、お嬢さん。あ、ブラッドより問題はあいつらだぜ。人が働いてんのに気にせずジャラ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 サボりやがって。お前ら、ちっとは反省しろよ。だあ、なんだよ。遊んでばっかいないで、肩まで疲れ、肩まで。あったまらないだろう。ほっといてよ、ひよこウサギ。沈む。肩までとか言ったら頭を叩いてどうすんだよ、バカウサギ。せーんだよ。お前らは毎回サボりやがって。まったくよ。俺は毎回尻拭いしてんだぞ。分かってんのか。ああ、ムカつくクソ砂利どもだ。なんだよ、変な趣味でもあるんじゃないの。児童の虐待みたいな。沈め。君もいいお姉さん役になれそうじゃないか。気にせず続ければいい。私は君を抱きしめている。君こそ邪魔をするな。私はこうしていたい。
泣いたりしないさ。部下たちはみんな私のわがままになれっこだ。どういう？どんなだ？食べてない。はあ。泣けばいいだろう。下手な泣き真似はよせ、見えすぎているぞ。どうしたんだ？君にしては悪趣味じゃないか。よせと言っているだろう。やっぱり泣いてなどいないじゃないか。まさか、あんなことで君が泣くわけもない。真似事だと分かっていても、君の泣き声なんて聞きたくないんだ。
私はしたいことをする。ああ、邪魔してやりたいね。私を放って読書に勤しむつもりなんだろう。私はこうしている方が好きだよ。そうだな、読書は嫌いじゃない。だが君を放っておいて読んだりしない。君は違うみたいだけどな。知っているさ、知っているだろう。これだけ一緒に過ごしているんだなあ。ちゃんとしているさ、私は働き者なんだ。君一人滞在してもわけないくらいに稼いでる。宿に困ることはないから安心しなさい。詮索するのはよせ。君と過ごしている時は仕事を持ち込んだりしていないだろう。
男っていうものは虚栄心で構成された生き物なんだよ、お嬢さん。下手に暴こうとするものじゃない。バカを言うな。君にさらけ出すくらいなら商売がたきに弱みを見せた方がまだいい。男心というやつだよ。君にはわからないだろうが。君に対して見栄を張っていたいんだ。よ、いい夜だな。夜と言ったらあれだな、いい人参酒が入ったんだ。一杯と言わずどうだ。え、なんでだよ。あんた飲めない口じゃなかっただろ。晩飯の時にも飲んでたの見たことあるし、少しくらいいいじゃねえか。なんだよ、いつも遠慮ばっかりしやがって。寂しいだろ、付き合えよ。あ、もしかして疲れでも溜まってるのか、だから酒が飲みたくないとか。そっか、だったら無理には進めねえよ。そうだ、俺疲れに効くいいお茶を持ってるから今度分けてやる。めっちゃくちゃ高級でうまい人参茶だ。疲れた時には人参茶だよな。体の中から元気になっていく感じがするぜ。人参エキスがたっぷり染み込んでるんだ。色？もちろん目にも鮮やかなオレンジ色だぜ。考えただけでうまそうだろ。
何に。君の立場か。いつも小難しいことを考えるな。厚かましいのは認めよう。それで自分の立場についての何に気づいたの？合っているじゃないか。強要はしていない。持って回った言い回しをするな。私の丈夫か。そいつはいい。いや、おかしくなんか。君が丈夫ね。男の格は連れている女で決まるというからな。君みたいな到底それらしくない子を丈夫にできるなんて自慢できそうだ。